さいたま市中央区の皆さん、こんにちは。立正大学の小宮です。今日は、防犯対策の世界標準である犯罪機械論についてお話をしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。 犯罪の動機を持っている人が犯罪の機会に巡り合って犯罪は起こります。したがって犯罪の動機あるいは犯罪の機会、どちらか一つをなくせば犯罪は起こらないことになります。日本では犯罪の機会という発想はほとんどありませんよね。 もっぱら犯罪の動機の方に注目が集まっていますその典型が不審者という言葉です不審者とは犯罪の動機を持っている人のことですよねでもそれって見ただけでわかるでしょうか人の心の中犯罪の動機 これは目に見えないので街を歩いている人一体誰が不審者なのかこれを分かることは非常に難しいですよねこのように人に注目するアプローチそれを犯罪原因論と呼んでいます。一方犯罪の機会に注目するアプローチこれを犯罪 機械論と呼んでいます海外では犯罪原因論は人気がありませんなぜなら動機を持っているかどうかは見ただけではわからないからですところが犯罪の機会は見ただけで簡単にわかりますわかればなくすこともできます犯罪の機会を なくすことができればご覧のように犯罪の動機はなくなっていませんが犯罪は起きていません予防に成功しているんですねなので海外では犯罪機械論が支持されていて犯罪機械論に基づく対策が普通に 一般的に行われています犯罪機械論の長年の研究によってどういう場所、どういう景色が危ないのかつまり犯罪の機会がある条件が分かっています危険な場所、危険な景色は入りやすい、見えにくい この2つのキーワードで表すことができます。その反対が安全な場所、安全な景色ですね。つまり入りにくい、見えやすいということです。ではここで2つのキーワードを使ってクイズをしてみたいと思います。クイズ、どっちが危ない 上の公園と下の公園、どちらにいる子供の方が誘拐されやすいでしょうか。二つのキーワードで考えてみてください。正解は、上の方の公園が危険ということですね。なぜならば、上の方は入りやすい。 フェンスがないので簡単に子供に近づけますそして簡単にどこへでも連れ出せます犯人からしたら自分もすぐにどこへでも逃げていけるそういうようなレイアウトになっています一方下の公園はフェンスがあるので簡単に子供には近づけない そして簡単には連れ出せない犯人もいざとなってさあ逃げようという時にもそう簡単には逃げられないようなレイアウトになっていますもう一つのキーワードはどうでしょうかジョギンをしている人がいますけどもこの人たちの視線は期待できるでしょうかできませんよね。 もうすぐに走り去ってしまいますよねここにベンチがありますそうすると犯罪者もここに座ってそして子供に話しかけることが容易になりますその光景を第三者が見ても不自然さを感じない違和感を感じないそういうような レイアウトになっていますねつまり見えにくい場所だということです一方下の公園ではこのように窓がたくさん見えますし洗濯物も干されています誰か今この家の中にいそうな感じがしますよねそう犯罪者に 思わせることができます。つまり、下の公園は。見えやすいということになるわけです。新潟で起きた。小学生の殺害事件。この誘拐現場を検証してみたいと思います。この場所で。小学生が誘拐されました。 一見普通の街並みに見えますよねしかしここが選ばれたのにはそれなりの理由がありますこの道にはガードレールがありませんガードレールがあればそう簡単に車を使った犯罪者その車に子供を乗せることは難しいんですけどもガードレールがなければ簡単に 車に乗せることができますねつまりここは入りやすい場所でしたもう一つのキーワードはどうでしょう左側は線路ですなのでその向こう側には家がありますけども窓もありますけどもなかなかこの道路に視線が届くということは 期待できないいと思います一方右側にはアパートがあって窓もありますけども残念ながらこのアパート誰も住んでいなかったんですねつまり両サイドから視線が届きにくい見えにくい場所だったということですこういった景色じーっと見てると トンネルのように見えてきませんかトンネルは周りから見えにくい場所ですこうした場所も天井のないトンネルのように思えますなのでトンネル構造と呼んでますこの事件現場もトンネル構造だったわけです犯罪機械論には主に3 つの手法があります犯罪機械論の三本柱と言っていいと思います。一番目は防犯環境設計。これはハード面の対策です。二番目は地域安全マップ作り。これはソフト面の対策です。三番目はホットスポットパトロール。これも ソフト面の対策です防犯環境設計はハード面の対策物理的な対策ということですデザインで犯罪を諦めさせるそういった手法です地域安全マップ作りは主に学校で取り組むことが 望まれる手法です子どもたち一人一人の景色・解読力,力を高めて危険を回避するそういった教育プログラムです。ホットスポットパトロールは地域社会で取り組むことが望まれる住民活動です。重点型・流型、つまり 選択と集中によって、犯罪者にプレッシャーを与える、そのようなパトロールの方法です。はい、今日の話はここまでです。大変お疲れ様でした。皆さんの力で、皆さんの地域をもっともっと安全にしていってください。どうぞよろしくお願いいたします。 ではまたお会いしましょう。失礼します。